listening. You're listening. You're listening to JOGB FM 78. Bay FM, A Labo Index. Featuring Messiah Matsukaze. Evolution.進化という新しい可能性のためにそれぞれのラボで日夜研究を続けるエンジニアたち、世界的にも最高のクオリティをもって評価されるメイドインジャパンを生み出す現場では日々どんなことが起こっているんでしょうか。こんばんは、松風雅です。 A ラボインデックス第167回です。この番組ではそんな様々な技術開発に携わったエンジニアたちをゲストに迎え、その技術が生まれた背景に迫ります。さて、そろそろサンタクロースが何を持ってきてくれるのかなとワクワクしている子どもたちもいるかと思いますが、バンダイが実施している子どもアンケートによりますと、0歳から12歳までの子どもが欲しがっているプレゼントは2年連続でぬいぐるみ、人形、フィギュアが1位だそうです。サンタさんの意向なのか、チーク玩具も8年連続でトップ5入りしているそうですが、今年のプレゼント予定で特色が出たのはゲームソフトとゲーム機が去年の 11.9% から 16.7% に伸びているということ。家族みんなで楽しめそうだからというのが理由らしいです。昔はゲーム機なんかはなんていうような意見もあったんですけれども、やっぱり時代も変わってゲーム機が家族団らんのツールになっているっていうことなんですかね。さあ、あなたは自分のところにサンタクロース来てくれるとしたら何をお願いしますか。さて、 A ラボインデックスは3ヶ月おきにテーマに沿ってお届けしておりますが、10月から12月のテーマはアーティスト表現者たちでお送りしております。今週のゲストは先週に引き続き全国数々の大ヒット水族館を作り上げてきた水族館プロデューサーの中村はじめさんです。松風雅也がお送りしていく米 FM A ラボインデックス、今週も進化を生み出す人間の力、僕と一緒に探っていきましょう。Bay FM A Labo Index featuring Messiah Matsukaze。さて、皆さんの中でボンクスという社名を聞いた記憶がある方いらっしゃいますか。ちょうど2年前の12月に代表取締役 CEO の宮坂隆弘さんがゲストで登場してくださったんですが、ウェアラブルコミュニケーションデバイスを開発する会社です。スノーボードが大好きで、スノボの世界がさらに広がる耳に装着するウェアラブルコミュニケーションデバイスを開発しようというところからスタートした会社で、サイクリング、フィッシングなどアウトドアシーンを中心にした製品を持ってきてもらい、これからのお話なども楽しく伺いました。その時、ビジネスシーンで使えるものを開発したいとおっしゃっていたんですが、11月21日付の日本経済新聞にこんなニュースが載っていました。オフィス向けトランシーバー、小型軽量、耳に装着、ボンクスがネット予約販売。見た目はいわゆるワイヤレスイヤフォンみたいなのですが、時間や場所を決めて集まらなくても最大10人で会議ができるというデバイスなんだとか。スマートフォンと無線接続して参加メンバーを設定しておけば、話しかけるだけで即座に会議が始められるんだそう。会議室に集まらなくてもパソコンを開いてテレワーク、会議もしてますという方も結構いらっしゃると思いますが、これはさらに場所も時間も選ばない身軽さですよね。クラウドファンディング専用サイトで1セット6980円で予約販売を受け付け、発送は2020年2月から3月頃になる予定です。ちなみにこの日の日本経済新聞の別の記事によりますと、働き方改革で残業時間を短縮したことで繁華街へ早めに出発する人、平日よりに自分磨きに自分を使うようになった人が増えた一方で、残業できないことで減った収入を補填しようと副業サイトに登録する人が増えたとのこと。これからの時代、ダブルトリプルにキャリアを積もうという方が増え、あえて副業しようという会社員の方が多いんだとか。そんな時間を有効に使うためにも、パソコンを開かないで会議できるウェアラブル端末は今後ビジネスシーンでも主流になっていくかもしれませんね。松風雅也がお送りしている Bay FM A ラボインデックス。それではここで第167回のレジェンドエンジニアをお迎えいたしましょう。先週に引き続き水族館プロデューサーの中村はじめさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、本当に前回は興味深いお話をたくさん、本当に中村さん節で聞かせていただきましたけれども、いろいろなところで講演とかの話もあるのもとても分かりますよね。面白いですし、 ありがとうございます。やっぱり水族館が身近だっていうのも、水族館知らない人は日本でほとんどいないですもんね。そうなんですよね。今回はですね、水族館世界から見たところとか、世界と比べて日本のなんていうところを、伺ってみたいなと思うんですけれども、はいはい、日本の水族館は世界と比べてなんかこんな特徴があるとか、そういったところありますか。
世界の中でも日本は水族館先進国だって言われるんですけど。あ、そうなんですか。はい。でもね、実際のところはね、その水族館の提供してる方から見るとそんなに先進でもないなっていう気がしますね。で、前回もお話ししたんですけど、はい、日本の水族館を作ってる人たちってもう基本的に飼育係なんですよ。うん、魚が好きな人たちばっかりなんです。これ動物園もそうなんです。飼育係、動物が好きな人ばっかり、はい、獣医さんと動物が好きな人、はいはい、なのでどうなるかっていうと、やっぱりね、飼育と研究になっちゃうんですよね。で、僕がうまくいったのは、その人たちがみんな飼育と研究の人しかいないから、僕の見せて伝えるっていう展示というのに重きを置いたのは、たった一人うまくいくようになったということがを言いましたけれど、実はこれね、海外、特に欧米ではですね、はい、見せて伝えるっていう、その展示といったことを非常にこうよく考えているプロの方々がそれぞれの水族館とか動物園にいらっしゃって、その方々が実は実権を握ってるんですね。なんか本当に僕はただのお客さんとして見に行くんですけれども、そこの視点はなかったですけど、お話伺って本当に合点がいきますよね。はい、すごい微妙なところだと思うんですけれども、自分が育てていて、その子がうまくいって、その子との愛情、絆が深まって、はい、信頼関係が生まれることにを100っていう風にウェイトしちゃうのと、うん、見に来たお客様がうわ最高に面白かったとか、こんなの見れるんだとか、うん、自然に暮らしてるのが見れたねっていうところを100億のとって、はい、微妙に違くて結果大きく違いそうですよね。全然違うんです。で、運営側としてもそういうのを企画立案する人に実験がいってるのが欧米型っていう、欧米型なんです。キュレーターっていう、日本では学芸員って言うんですけど、はい、キュレーターと学芸員が一緒のもんだっていうふうになってるんですけれど、日本の学芸員はその研究だとかをしている人が学芸員だと思われて、学芸員もですね、ほとんどずっと研究のことばっかり。つい最近なんですよ、展示学っていうのが必修になったのは。ところがアメリカのキュレーターは見せることが専門の、だから学校の先生と同じなんですよ。先生にもっともっと上なんですよね。先生も教えることが大事なんじゃないですか、はい、で、向こうのキュレーターも伝えることがどれだけできるかって、僕びっくりしたのは、うわ面白い切り口なんか、擬岩、偽物の岩だとかサンゴを作る、はいはい、そういう水族館ありますよね、はい、そういうキュレーターがもう30年前のアメリカの水族館にいたんですよ。その人と会ったことがあるんです。その偽物のサンゴ礁とか作ってるだけの人なんです。その人がすごい実験持ってるんです。飼育係よりも。僕聞いたことある、むちゃくちゃな遠近法とか、それを実現してるのは、うん、嘘の岩で、はい、その遠近法を分かんなくしてるからっていう技術があるからですもんね。はい、それを作る専門家もちろんいるはずで。そうなんです。で、なので僕はますますこう展示っていうものが大事だと思うようになったんだけれど、日本の水族館って割とアメリカで成功した水族館のやり方を真似してるっていうのが多いんです。もう動物園なんか完全に真似しかしてません。あ、そうなんすか、うん、自分たちで作るなんていうのを始めたのは動物園では、旭山動物園が初めてそれをやったんで、はいはい、ヒットしたんですよね。それまでの歴史としては、だいたいあったものをうちもこういうのやろうよとか、うん、で、まあ、向こうは土地とかも大きいですから、それのうちのダウンサイジングみたいな、はい、スケールダウンになっちゃったっていう。そうです、そうです。でこれやっぱり基本良くないですよね。よくないです。何かの真似でダウンスケールって、はい、それで大人気になろうっていうのはもうそもそもがおかしいですもんね、うん、そもそもです。だから中国なんかはもう完全に真似なんです。中国韓国も真似なんだけれど、中国は真似してダウンサイズじゃなくてサイズを大きくしてますからどこどこの水族館の美ら海水族館とアメリカのなんとか水族館のこれとこれを持ってきて、それを 1.5 倍にするぞって言って考える。もうそれは強いですよ。なるほど。ある意味見たことないものができますもんね。そうなんです。だから日本は本当にダメなんだけれど、ただ一つだけそうでもないところもあって、あ、はい、例えば僕の展示が売れるっていうのはなぜかって、そんな中で、はい、なぜかそれはお客さんのレベルが高いんです。見に来るお客様の、見に来るお客さんのレベルが日本だけ高いんです。どうしてですか。多分日本人は水中にすごく興味があるからだと思います。大人が中心になってきているって、文化度の高い人ほど水族館に行って、まあ、これ言うと水族館に行ってない人は文化度低いんですけどねそうなんですよそうなんですよ。そうじゃないんですよって今普通の人言うと、そうだから、そうなんですよ。明日から行かなくちゃ、これ聞いてる人はね本当ですね。文化度が行ったことは数少ないなと思った人はちょっと今ドキドキしないといけないですね。そうですね。もっと行かなきゃって思わなきゃいけないところです、はい、文化度のすごく文化が好きな人っていうのは美術館とかに行くじゃないですか。はいはい、なるほど、うん、はい、博物館、美術館だとか、あと演劇見に行ったりします、うん、
でも、まあ、そこまではやりたくないけど結構文化度高いぞっていう人は水族館で間に合わせるんです、うん、なるほど。これ中村さん調べで、うん、リサーチによると、はいはい、面白い切り口ですね。またでそれが全然興味ないぞっていう人は水族館も行かない人、なるほど、うん、っていうことなんですよ、はい、なので水族館でその人たちがこうやっぱり水塊という言葉にね、先週言いました、あの水の塊を僕が持ってくるっていうのがすごくやっぱりあの分かってる人たちが多いんですね。分かってるからそのいい水槽の前ではじーっと、ま、見てるっていうことが多いわけです。なるほど、はい、で SNS なんかでも今もう水族館の話題いっぱいありますよ。すごいですね、はい、いやもう数十年前とは比べ物にならないですよね。もう全然違いますね。あと何しろ数が多いじゃないですか、こんなにある必要あるっていうぐらいすごい数ありますよ、まあ、それが成立してるっていうのは、うん、お客様がその各所の違いとか、はい、良さとかも分かって足を運んでるから成立してるみたいな、ね、はい、あとちっちゃくっても意味があると思って言ってる。うーん、小さくってもなんか自分の感性ピンとくるものがあるなって思ったら言ってくれるわけですよね。だからすごくやっぱり文化度の高い人たちが支えてくれている、見る力を持っている人たちで、その人たちがあのたくさん行く水族館がいい水族館みたいになってきてるんですよね。はあ、それがやっぱりちょっと間違ってるところもあるんだけど、でも多いところではあってて、うん、そこがいいんじゃないかなって気がしますね。いやー、またこれもなかなか考えたことがない切り口ですよね。面白い。そうです、僕ね お客さんを入れないと僕の仕事に成り立たないんで、はいはいはい、お客さんを観察するってすげえ大事なんですよ、うん、どんな人が来てるかとかどんな気持ちで見てるかっていうのも常に考えてますね。これもまた変な話ですよね、魚を観察に行ってる部分あるじゃないですか、はい、僕らお客さんは、はいはい、客はそっちを行ってるんですけど、それを観察してる中村さんっていう、そうなんです、観察してる人を観察してる中村さんみたいな、もうこの後中村さんを観察する人作るしかないなみたいな。今その場、今ここがそうですか。その中村さんの話を聞いて中村さんを観察するこの A ラボインデックスみたいな話になってますけど、あの中でもちょっと面白かった、印象に残ったというところで言うと、東日本大震災から復興したばかりのアクアマリン福島、ここもあのもニュースよく出ますよね。ここもいろいろと面白いことをやっているっていう、ここね割と僕好きなんです。はい、で なぜ好きかっていうと、その今縄文の森とかっていうのを作ってて、水族館の縄文って一体どういう関係があるんだって思うんですよ。アクアマリン福島でやってるんですか。はいはい、しかも最新情報さすがすごい掴んでますね。そうすごい縄文の森、はいはい、あと食育系もやってましてね、命を食べるっていうことをね、はい、水族館で食べちゃうんですか。はい、で僕はねそのことすごく、日本人の、先ほど言いましたけど、日本人 あの水族館を見る人のレベルの高さっていうのは、その魚をの命をいただいているっていう気持ちもすごく強いなと思うんです。でいただいている魚たちの生きている姿を見たくなるじゃないですか、はい、でそれって日本人のアニミズムっていう、アニマのアニミズムね、はい、自然の中で人は生かされているっていう考え方をそのままこう体現してると思うんですよ。で昔の縄文時代の人たちはそれがもすごく強くって、だから神様ってもう太陽が神様であったりとか、はい、雨が神様であったりとか、はい、川が神様であったりとか、そういったことを考えつつ、生きてきました。そして日本人の言ういただきますっていうのは、これは一神教の国々の人たちが神様にいただきますって言うんじゃなくって、一神教はもう神様に今日の恵みをありがとうございますですよ、いただきますって言葉ない国いっぱいありますもん、ね、そうなんです。いただきますってどうやって訳すんですかと、ないですって言われちゃうっていう、はい、日本はその命をいただくことに対していただきます、うん、あるいはその食べ物を作ってくれた人に対していただきますって、はい、そういう考え方なんで、その考え方を大事にしたいなっていうふうにしてるのがこのアクアマリン福島なんです。大水槽の前でお寿司が食べられるんです、はい、お寿司屋さん開いちゃったんです。お寿司屋さんのある水族館、はい、水族館もお寿司屋さんも知ってますけど聞いたことないですね、はい、この大水槽っていうのは潮目の海といって、はい、日本のこの漁業を支えている暖流と寒流がぶつかっている海のことなんですね、はい、黒潮って本当に黒いんですよね。そうなんです、引きで見た時に、はいはい、でそれとの境目のことを潮目っていう、潮目っていうんです、はあ、それをテーマに扱う、それをテーマで、そこには美味しい魚がいっぱい現れるわけですよ。で南の方のあのマグロだって北の方に来たら太って美味しくなったりとか、はいはいはい、ね、大間のマグロとかってあの、まあ、これ塩味じゃないんだけれど、まあ、北の方まで来てる変なマグロですよね、はいはいはい、サンマがどんどん太っていったりとか、そういったことをこう展示している。そこで日本のお寿司っていうのはそういう海の幸を
美味しくいただける、生でもいただけるぐらい美味しいのは実はそういう海だからっていうのをちゃんとつなげて展示をしている。でこれはね、古来の人が沖に出たのも、はい、その流れがあったからだし、そういうことです。で、その潮目の展示のところでお寿司を、この、 あのガイド125にも出てますね、ちゃんと水槽に見た、はい、よく見たらドンとお寿司が、はい、水槽とお寿司が一緒に写真出てるの生まれて初めて見ましたけども、そういうことをテーマにやってるんですね、はい。ここからですね、中村さんのちょっと心的なお話で、はい、中村さんがものづくりで大切にされているところっていうと、はい、どんなところになるかっていうお話を伺ってもいいですか。2つあります。1つはプロデュース力と、はい、もう1つはね、利用者の考え方ですね。利用されるものだけがいいものであって、利用されないものはどんなにいいものでもダメなものっていう風な、すごいすごいですね、はい。まずプロデュース力っていうのは、まあ、自分自身がプロデューサーって言ってることもそうなんだけれど、はい、ものづくりの前に理念づくりから入らなくちゃいけないと思うんですよ。で、理念はどっからできるかっていうと、やっぱりマーケットだとかターゲティングをちゃんとできたところから理念、こいつにはこういう理念を持たせるぞ。で、例えば水族館で言うとサンシャイン水族館、天空のオアシスにしましょうって。で、ずっと天空のオアシスに通じない展示をやめるって言って、天空のオアシスを国にこだわり続けること、でこういうことをするのがプロデュース力。このプロデュース力があるとなぜいいかっていうと、メディアに出やすいからです。はっきり言うと、この人のこの水族館の性格はこういうものですっていうのが分かりやすいものほど、それほど売りやすい、伝えやすいということになりますよね。だから水族館そのものも見せて伝えるものなんですけれど、水族館全体も伝わらないことにはどんなに素晴らしいものを作っても皆さん知らないってわけじゃないですか。その伝わりやすいものを作っていく、それが一つのプロデュース力であり、でその力のために僕はすごくこう最初から最後まで力を尽くすわけですけど、そうすると自分のできないこといっぱいあるんだけど、もうそんなことはその技術を、それぞれのことができる技術者をちゃんと探して、その人たちに全部任せばいいと思うんですよね。だからそのプロデュースは俺に任せてくれ、でも飼育の部分についてはもう君に任せたとかですね、そういったことがちゃんとうまくできるようになると、そうすると日本をもうちょっと大きなものがいろいろできるようになるんじゃないかなっていう気がしますね。いや、すごい、プロデュースとかプロデューサーって名前だけはすごく聞きますけれども、うん、僕が思いつくところの本当になんか2センチぐらい横をスパンって切る感じっていうんですかね、発想の根本がなんか違うからこのズレがすごく重要なズレなんだろうなっていうことを中村さんと話してて思うのは、やっぱり気づく場所、すごいポイントみたいなところは、なんかすごいいい生徒みたいですね。ありがとうございます今後ともよろしくお願いしますこのやっぱり利用されるものっていうのはやっぱ結果的なところもあってっていう、そうですね、まあ、特に水族館なんかであるんですけれど、いい展示のためにはお客さんが減ってもいいんだぐらいのことを言ってる、はいはい、これはもう世の中にとって大切なんだ、素晴らしいことなんだ、そうそう、お客さんは2人だけどみたいな、うん、そういう学芸員も多いんですよ、はい、いろんなことがちゃんと説明されているとかね、これは正しいことだからとか、いや、そんなこと人に伝わらなかったら何の意味もないから、僕はそんな伝わらないもののために生きた魚を閉じ込めていることの方が腹立たしいっていう話をするんですよ、ね、うわー、すげー、言えない学芸員に僕はそう言えないでも本来そうですよね、生きた魚の命を閉じ込めて、うん、誰にも見られることもなく、解説いっぱい書いてさ、これは正しい展示だとおかしいやん、はい、そんなこと言うんだったら、いや水族館なんか作らずに本を出しとけよと、本の方がもっと細かく書けますし、うんうん、読んでくれる人もちゃんといますよ。そうじゃなくてちゃんと見てくれるものが大事なんですよね、ズバーンですね、展示してんだから、はい、水族館とは展示して集客するものだ、はい、本質にいきなりこうスパーンと、すごいですね。やっぱりこれからのものづくりに必要なのはそういう概念での、そう思いますね、はい、結果は絶対大事ですね、うん、いいものはカスタマーが判断するってことですよね、買う人が、使う人が、うん、でこれなんか知らんけど使っちゃうんだよなっていうものがやっぱりいいものですよね。あー、なんかちょっとものづくり番組としては素敵なフレーズいただきましたね。な、うん、いいって断言できるものもいいんだろうけど、はい、なんか知んないけどずっとこれなんだよ、これ以外使うとストレスなんだよねとかって選ばれちゃってるもの、そうですそうです、それでずっと売れてるものっていうのは実はいいものってそういうものなんじゃないのかっていう、でそれはね、すっごいもう多岐にわたってきます、これからはね。昔はね、ハリウッド映画でコカ・コーラ飲んだらコカ・コーラが売れたんですよ、はい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 、バイクに乗ったらバイクが売れたんですよそういうこうかっこいいやつがこれ着てるから
売れるっていう、同じの着る、そうそうそう、それ流行るみたいな、そういう時代がずっと続いてきたんで、ちょっとやっぱり今それ見失ってるかも分かんないなって気がするんですよね。あ、で実は今みんなが、皆さんがもう批評者であり、皆さんがそれを使ってみるっていう試し使いをする人たちなんで、うん、個人発信の YouTube とかが、で YouTuber でとかっていうのはまさに今中村さんのおっしゃってる、はい、全体的に対して放送してこれがいいんだよとかっていうんじゃなくて、うん、俺はこれ大好きだった、俺が実際比べたら俺はこう思ったっていうところにウェイトがかかり始めてるっていうのは、そうですね、はい、ちょっと感じるところありますよ ね。であれはもうちょっともっとね、またほどけていくと思うんですよね。ほどけると、うん、それはまだまだやっぱりテレビだとか映画の影響を受けやすい人たちが YouTuber の影響をまだ受けてるんです、はい、おお、なるほど、うん、さらにもっともっともっとほどけると思います。中村さんの言う自分がっていうところに行くんじゃないかっていう、はい、そうした時に本当にいいものっていうのがまた新たに出てくるんじゃないかなって気がしますね。 YouTuber が斬新だねとかって思わず僕も言ったり思ったりしてましたけれども、うん、構造一緒だよって、ね、映画に惹かれてた人がテレビに惹かれて、うん、テレビに惹かれた人がなってるだけだよって、持ってるメディアが違うだけ ここですよね。では若きエンジニアのたくさんあの方がですね、たくさんこの番組聞いてくれてるんですけれども、うん、そんな皆さんへのアドバイスを中村さんから、ね、僕ができるアドバイスとしてはですね、はい、まあまあ僕は天才じゃないんで、自分が天才じゃないってと思ったら、少々の長所はあのそれを伸ばしてそいつを使って勝負しようなんて思わないようにした方がいいって、はあ、長所使うなって話です。初めて大切にしろって言われるんだと思いました今、その少々の長所。いやいや、少々の長所って言葉がすごい気に入りましたけど、うん、今響きが。なるほど、どういうことですか。いや、よくよくね、長所を伸ばすってみんな言うんですよ、はい、いや、そう、長所を伸ばしたらね、天才に負けますから。天才は長所がすごいわけですもんね。そもそもの長所がとんでもないことになってる人が天才なわけで、はい、うん、長所を伸ばせ長所を伸ばせって言ってるやつは、足の速いやつはみんなオリンピック選手になれって言ってるのと一緒の話ですよね。むちゃくちゃですよね。めちゃくちゃな話です。そんなわけないです、ね、そんなわけがなくって、だから長所っていうのはライバルが多いものが長所なんです。で僕はそれよりも短所をなんかひっくり返して使えっていう。あー、なるほど。短所っていうのはすごく得で、そいつが武器に使えると、そうするとね、誰もそれで勝負してないから、うんうん、いつまでも勝てるんです。あと意外に短所とか弱点って武器なんですよね、うん、なんでそれお前それとかあるよなって言われてる人って、うん、それは特徴なわけだから、そうなんです、ひっくり返せるんですよね、うん、笑われもんが笑わせもんにできる、はいはい、笑い芸人になるとか、うん、いやお前はうるせえな、子供の頃からほんと声がでけえなって言ったら、例えば舞台入ってノーマイクだったらそいつの声が一部通るわけでとか、なんかそういうあれですよね。そのまま武器になるじゃないですか。あとやっぱりその弱点っていうのは、そいつを環境の中でどうやったらうまくいくかっていうのを考えるテコになるんですよね。サンシャイン水族館なんてみんなそうですね。その屋上っていう弱点をいかに使ったか、北野大地の水族館寒いっていう弱点、貧乏っていう弱点をいかに使ったか、でその弱点があったから新しいものができていったっていうのは、それをテコに使ってるわけです。すごい、人間だけの話じゃなく物理的なものにも転換できるわけですね。そうなんです。あと、まあ、長所もね、使い道はあるんです。長所はそのライバルがいないところで使うんですね。長所っていうのは何かっていうと、努力しなくってもまあまあそこそこできちゃう能力って考えたらいいんですよ。いや本当に残酷ですけど、ざっくりそうですよね。そうなんです。才能とか長所、本当にそうですよね、頑張ってなくて人より秀でちゃうことの話ですもんね。僕自身がメディアに来たくって、まあ、そこそこ文章も書けたし、いろんなことできたんですよ。でもそれは勝負にならなかったんです、メディアがね。ライター業界とか、うん、そこにバーンって、じゃあ作家になるぞとかって言ったら、うん、それ違うけれども無理です、はい、でも水族館に行ったらいきなり一番やって、ぶっちぎりで書ける人になりますもんね。そういうふうに考えて使うといいんです。でこれがみんな生きていく上でストレスが少なくって楽しく自分なりの活躍ができてっていう、うん、はい、みんながそれで全員がまあ本当に 100% ハマるっていうのは難しいかもしれないですけど、うん、それでハマるって言って皆さん適材適所に行った方が世の中としてもあれなのかもしれないですよね。長所で競い合って、うん、俺人生かけてやったけど一番は取れなくってさ、うん、みたいなことで、そんな人多いですよね。その業界に入ったけどストレスを抱えてるみたいな方って、うんうん、ちょっと違うことしたいです。で挫折したりみたいなのに比べたら、うん、ちょっとだけ足が速かったら、そしたらサッカーとかラグビーに行ったらいいじゃないですか、うんうんうん、だからめっちゃ速い選手になるじゃないですか。本当によくある話ですね、うん、この間のラグビーワールドカップ、そう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 、サッカー選手でも、うん、むちゃくちゃ足速いなって、あの人、うん、足速いだけでせーので用意どんだったらオリンピック出れないわけですよね。出れない出れない、うん、でも
ボール扱ったから、うん、異常な足の速さだねみたいな、なるわけ、この選手は 何十メートル何秒なんですなんて褒められるわけですもんね、うん、さらに褒められる場所に、長所がさらに伸びる場所に行ったっていう、うん、まさにおっしゃる通りの長所が生かされてないところに行くと偉人です。いやいや、少々の長所で張り合わないで短所をひっくり返して、うん、そこで長所がさらに長所になるように生きていく、はい、すごいですね。天才違うよ、天才は、天才もガンガン行った方がいいと思うよ、うん、ズバン、天才はいいよ本当ですね、自分を、まあでもほとんど人天才ちゃうから、自分を天才とまず思わんことやね数少ないから天才なんですもんね、そうそうそう、いないから天才なんですもんね、そういうこと、そういうこと、まず天才だな自分と思ったけど、ちょっと一瞬それ考えた方がいいかもしれないですね、うん、天才って基本いないもんだからねって、うん、すごいっすね。いや、これはあの、ここちょうど記事あるんですけれども、来年、2020年2月16日日曜日ですね、東京カルチャーカルチャーにて、中村はじめの超水族館ナイト2020春、ボリューム35が行われます。やっぱり中村さんのお話を実際に聞きたいという方がたくさんいるのが、今回この本当に2週にわたって私もとても感じるところなんですけれども、年3回の開催で12年目、トークライブは次回が35回、大好評で、結構好評なんですよね、割と北海道とか九州からも毎回だら来てくれたりして、わかります。あと中村さんの活動域がそういうことですもんね、これはもうあの、うん、日本はもう当然でしょうし、あと津々浦々まできっちりやってるところがまたそこに反映するのかなとあとお話上手なのもちょっとそのあれじゃないですか、この業界ではもうぶっちぎり1位ですし、カタログもそうですし、はい、お話力で言ってもぶっちぎりで1位なんじゃないですか。まあ水族館の人たちはね、さかなクンって言うと、まあ 別系の人がいますけど、はい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 、お魚の唯一あれで言った時にはさかなクンになるんですか、同じジャンルで。いや違いますけどね、でもあのでメジャー枠って言ったらよくいろんなことで あったりしますね。いやでも分かります、魚かぶってないですけど、うん、あんなにキャラ濃くしてないですけど、中村さん相当キャラ濃いっすよねすごいと思います。褒められてるのかどうか分からんけど、めちゃめちゃ褒めてますすごい勉強になりました。なるほど、やっぱり次元が違いましたね。そうですか、うん、でも超水族館ナイトはね、水族館ファンの人じゃない人が半分ぐらい来てくれますから、はい、うん、割とこうこのビジネス系の人で来てくれたりとか。なるほどなるほど、はい、でもちなみに今回最新刊に関してはまだこれ告知されてない、ありがとうございます、ええ、先に告知させていただきましたけれども、クラゲ展示についてちょっと喋ってみようかなという流れ、はい、テーマクラゲにします。でもほとんどあのなぜクラゲ売れるんだとか、そんな、まあ、今日お話ししたような、なるほど、はい、人生クラゲのように生きるべきとかね、そんな話になってきます。他にもこう通ずるような心理的な、はい、ところに中村さんのお話になりますもんね、はい、いやこれはぜひですね、ご興味ある方、まあ、何かその運営とかその、人に対して影響するとか集客だとかっていうところに興味がある方もちろんですし、うん、こんなに水族館の裏側を知ってる人もいないので、水族館に興味ある方ももちろんですし、ちょっと人生的にあの素敵な大人のお話を聞きたいという方もぜひ足を運んで、はい、なんかいい宣伝してもらったらいただきたいなと思います、はい、ということで2週目もあっという間にお時間となってしまいまして、ぜひまたあの本当にもうこの著書を拝見してもお時間はないだろうなっていうところがあるんですけれどもまたお時間ありましたらぜひ遊びに来ていただきたいと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、ということで2週にわたって A ラボインデックスゲストに来ていただいたのは水族館プロデューサーの中村はじめさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 Bay FM A ラボインデックス featuring Masaya Matsukaze。松風雅也がお送りしてきた BFM A ラブインデックス、本日いかがだったでしょうか。先週に引き続きまして水族館プロデューサーの中村はじめさんお話伺いましたけれども、いや2週にわたって本当に気持ちよかったですね。すごい爽快な切れ味の刃物のような、もう本当にあの一発でファンになって、まあ、尊敬の念を込めて言うんですけど、中村節ダッツバーンっていう切れ味が忘れられないですね。なんか歯に衣着せぬというか、でもかといってすごく優しさとセンスのあふれた、まあ、あの簡単にプロデューサーって言いますけど、やっぱしっかりと考えてて、その人の信念とその人ならではっていうのがやっぱ伴った時にそういうことが起こるんだなっていう。我々ねエンジニアをフィーチャーした番組ですけど、エンジニアとプロデューサーとかってこう密接なものじゃないですか。プロデューサー論とかっていうのも逆にエンジニアを考えるためには、そう、魚を知らずして水族館を語れないと言って中村さんが魚を勉強したように、我々もやっぱりプロデューサーをしっかりとないと、そのプロデューサーの話を聞けないわけですからねっていう、なんか新しい全部のところにこう話がこうつながっていくんだなっていうところも
中村さんに教えていただいた感じがしましたね。またぜひ遊びに来ていただきたいと思います。さあ、この番組の感想もメールで送ってくださいね。メールアドレスは alabo@bayfm.co.jp alabo@bayfm.co.jp。 alabo の綴りは ALABO です。そしてこの番組 A ラボインデックスのブログでは、今日のゲスト中村さんとの写真などスタジオの様子もご覧いただけます。またゲストパートですが、実は放送されている部分はほんの一部なんです。インターネットバージョンほぼノーカットで毎回アップしてますので、ぜひ BFM ホームページ内 A ラボインデックスのブログチェックしてくださいね。それからもう一度今日の放送を聞きたいという方は、ぜひラジコでどうぞ。ラジコではただいまタイムフリー聴取機能で放送後1週間過去の番組を聞けます。ぜひこの A ラボインデックスラジコのアプリをダウンロードしてみんなでシェアしてください。ということで、BFM A ラボインデックス、お相手は松風雅也でした。また来週。